オリビエ・デス・ハフトは、ベルギー・ヘント出身のプロサッカー選手。元、サッカー・ベルギー代表。SV ・ズルテはレヘム所属。ポジションは DF。性は、デシャヒトとも表記される。地元クラブのカー・ヘントでプレーを始め、スポルティング・ロケレンを経て1997年に、RSC ・アンデル・レヒトの下部組織に入団。2001年、リザーブチームを経ることなく、トップチームに昇格。 プロデビュー以来、アンデルレヒト一筋のバンディエラであり、これまでにリーグ優勝を7度達成した。2018年8月、かつてユース時代を過ごしたスポルティングロケレンにフリーで加入。2003年に代表デビューを果たし、2005年までに14試合に出場した。しかしそれ以降は、イエーレファンダンメフィリップ・デームス、トーマス・フェルメーレン、 セバスチャンポコニオリラ同ポジションのライバルに遅れを取り、代表から遠ざかった。2009年8月、フランキー・ベルコー・テレン監督が約4年ぶりに招集。12日のチェコとの親善試合で、約10分プレーした。2010年10月12日の試合を最後に、再び代表から遠ざかった。2015年3月、UEFA ユーロ2016予選のキープロス戦と、 イスラエル戦に合わせ、マルク・ビル・モッツ監督が約5年ぶりに招集。アンデル・レヒト、ありがとうございます。